海でございます。いつもはねルアー投げるからねバンバン投げてるけど、今日は完全オフです。先にどっちの動画が先に上がるかわからないですが、この前に僕一仕事してます。その動画もぜひ楽しんでください。あ、風超気持ちいい。やべえ、超気持ちいい。ヘリ、ドクターヘリ。いや、いいね、海。先ほどから水温をチェックに行きました。あ、帰ってきますね。え？微妙なの？あれ、室内プールと同じくらいの温度。あれぬるいじゃん。そう、ぬるい。終わったじゃん。冷てえなってなるかと思ったら、うん、あんま冷たくなかった。そりゃ魚も達成落ちるばい。よし、帰ろう帰ろう。川の方が冷たいんじゃないか説あるよね。なくなってるけど髪の毛が減ってる。髪の毛が減ってるじゃん、これその映像と髪の毛のギャップを。ギャップはすごいね。暑かったな。暑かったよ。帰ってきたし早かったね。びっくりしましたね。なんかもっとさ、うわーとかなるかなと思ったら全然ね、若干切れてた。ぬるいって言ってね、ぬるくて切れてた。反転の速さね。海ってなんか海の温度ってのが分かんない。あー、海水の温度的なね。なんとか10年くらい海行ってないから、海に浸かる、海には行ったけど浸かるっていう作業してあれしてないから、確かに海の温度ってどんなもんなのかがわからない。確かに水に浸かるってことをしない。確かにそうだね。プールにも行かないし、風呂もシャワーで済ませる。湯船には浸からないんだよ。湯船には浸からない。水に浸かるって行為が久々っていうか、使ってないんだけどこの動画では。確かにわからなくなってる。あ、どういう温度かっていうね、その水の適正温度というか。びっくりしましたね。何度が冷たくて体には冷たいのかがわからない。あれ結構オープニングの時点では、まあ、釣りが終わってさ海行ってみようっていう感じで半分ルンルンだったじゃん。で半分が暑くてダウンしかけてたじゃん。あの砂浜登った時点で、あ、帰りたいって思った。違うんですよ、これ俺海行こうぜとかじゃなくて、前何回で打ち合わせした時は他局海に寄ろっていう話をしてたんですよ。なんかこう、もっとこうさ、わちゃわちゃしてるかと思ったの。確かに確かに。人がいっぱいいて、うん、なんかこう、冷たくて気持ちいいっていう感じだったの。水はぬるいし、サーファーしかいない。確かにね。2匹のルーギャーとか全然いなかったもんね。ガチガチガチのサーファー。海の家は遠いしさ。確かに確かに。確かに。いやー、ビビりましたね。男2人で海行くとああなるのかっていうぐらいの絵だったね。釣りだけでいいや、海行くの。確かに、そう思う、思う。泳ぎも行きたいよね。プール行きたくないかな。もう、うん、予定がない。あれですから、あと2週間。夏らしいこと何もしてねえ。今年夏らしいこと。皆さん夏らしいことしましたか？しました？してない。夏らしいことがもはや何か分かんなくなってきてる。お祭り行ってたじゃん、君。あ、お祭り行った。うん、でもお祭りさ、この後我々予定ではさ、11月に二丁祭りに行こうって話になっててさ、若干もう年間行事がおかしくなってきてる。だってほら春に君とあれ行ったじゃないですか、花見のあの出店があるとこ。あー、チーズドッグ食べた、チーズドッグ食べたとこ行ったじゃん。若干なんか分かんなくはなってきてる。浴衣着ないから。浴衣着てほらお祭り行くとなんか夏だなって感じするじゃん。まあね、盆踊りとかのねあれがあって。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。